皆さん天下取っていますかというところで、今回もね、信長連合総帥ズパーッと切っていきたいと思います。前回ね、とうとう反風雅連合のね、解かれまして、もうね、北条家と大内家がね、同時に攻めてくることもなければ、一緒にね、守るということもないので、だいぶ展開が楽になりますね。といっても大内家としかね、戦してないですね。まあ、連合組んでから武田家が1回攻めてきて、あと大内家が4回くらい攻めてきただけで終わりましたね。商業に適したこれでいいか。まあ、今回もね、とりあえず領内の発展を目指そうかなと。まあ、とりあえず1万兵1万以上の拠点を1個くらいはね、作ろうかなと。出るぞ、出陣する。どうした、大内家との戦、超タイミングがいいね。外交はもう一旦なしでもいいか。なんで俺表示してたんだっけ。これ攻めてるんだね。守ってるんじゃないのか。じゃあ今北条家を攻めると大内家を助けることにもなりますね。先月の収支です。報告いたします。全軍注いでも勝てそうにもないんだよね。沼田城はもう落ちるか。押し城全力で落とそう。出陣で押し城に向かい、待って待って、どうした、押し城、平井城、国宝城かな。そんなに取る、シャレにならんな。23,000、落ち城に全力を注ぎたいな。そういくか。予想外だ。勝てるかな。勝てるとでもいい展開になりそうだね。押し城、ここは岩槻城。あ、押し城を攻めようとすると、あいつ2000だろ、無理だよな。まあ一旦考えよう。茶室って創造性下がりそうなもんだ。上がるの？ちょうどいいや。まあ上昇するんだね。まあ、押し城に今自分で出していくか。もっといいのいないかな。後方に、あ、7000いるよね、やっぱり。後方の城は発展してるんだよな。でも遠すぎるな。出陣で。これ信じるか。これ戻ってきたこと想定してないもんね。我が策お見せしましょう。出陣する。ここ通るか。岩槻城怖いな。出陣する。とりあえず押し城に、あ、そういくんだ。我が戦お見せしましょう。平井城とのサンドイッチが怖いな。出陣する。お前は平井を守れ。我が戦ご覧に入れよう。うん、もうちょっと行くか。出陣するぞ。よし、行くか。どう撤退するかな。出るぞ。敵将捕らえたり。お、戻ってこない。お見せしよう。止まれ。武田家がなぜかいるね。お、待って、こいつは戦するんじゃないか。しない、同盟組んでるんだ。足止め部隊がなんとかしつつ、ちょっとお前も足止めしろ。よし、
こんな感じかな。病が。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。なんだっけ、林崎軍団外瀬上昇だね。元山上昇でいいな。でもって家宝を売ってもらおう。ご用を承ります。ありがとうございました。商人か。拡張もない。整備があるな。でもこの戦は勝てそうだね。川越城あたりまで欲しいな。あいつは撤退次第か。でも全軍が小田原に向かってるね。誰も撤退してこないか。まあ、一応遠目に見よう。男と言ってもこんなものですね。打ち破った。あなた方はもう終わりですね。待ってよ。足止め部隊が死にそうだな。増やそう。ここに行きたいんだ。ここに深谷か。足止めが危ないな。出るぞ。我が策で勝利をつかみます。敵将仕留めました。川野道貞は自らが討ち取ったと。お、やられたか。ちょっと待って、大丈夫だな。わあ、木村くんが攻めてる。アホだなあいつ。敵を追い詰めるんだ。どうか軍団の編成をご検討くださいと。まず武田家が、あれどうしよう。負けて、まあ負ける前に城を取ればいいんだよ。表情を始めます。報告いたします。もうちょっと切り取りたいね。まあ大内家との戦だから北条家もね無傷では済んでるな。12,000〜5,000。大内家あんまりね抵抗しないんだな。ここに帰ってくるかな。まあ、ただただひたすら時を待とう。竹だめ。助立ちいたす。お、助立ち。おお、あれだね、蝦夷地の武将たちだね。そう、もうちょいもうちょいもうちょい、耐えろ耐えろ。我が策で勝利をつかみます。よし、185。撤退しろ。このまま岩槻城攻めようか。川越城でいいか。かしこまりました。お任せください。あ、やめ、撤退してきた。もうダメだな。病がすごいな。表情を始めます。先月の収支です。なんなりとお申しつけよう。まあ一旦この辺でいっか。退却だね。ノー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 。ここら辺だけ退却させて。騎乗するぞ。戻ります。城へ戻る。まあまあ一個奪ったしいいでしょう。我が領内に沼田城敵が迫っております。沼田城つったらここだね。どうするかもあいつら次第か。何家？武田家だよね。雨子は大丈夫かな。まあでも織田家も背後からね攻撃してるわけだし、なんとかなるか。さあ次織田家を気にしないとな。我が戦ご覧に入れよう。我が戦お見せしましょう。お師匠大丈夫か。ご命令を報告いたします。報告いたします。危険だね。誰を配属させようか。
捕まってもいいようなやつよね。うわ、全然相性忠誠がないな。忠誠高いって3人送り込もう。あんまり有能とは言えないな。茶室どうしよう。人口も欲しいね。弊社いいね。まあこんなもんで、とりあえずは忍城の注意しつつ沼田城の動向も見ないとな。我が戦お見せしましょう。どうなってんの。なるほど、沼田城大丈夫だね。表情を始めます。報告いたします。林崎軍団は武将何人いるんだ。43人か。だいぶいいね。山で設営で忍城周辺を安全にしたいな。こんなんでも作ったら壊されそうだけどな。戦場へ参る。敵将仕留めました。お、山名豊国。敵将捕獲しました。出陣します。出陣します。ご命令を報告いたします。報告いたします。この後とりあえず建設ラッシュだな。ここは石高がめちゃくちゃ高いんで弊社を集中的に上げれるね。ここは石高とどっこいどっこいだから、ちょっと畑を作った方がいいか。ここも石高があまり高くないな。お金が残ってんならちょっと城築こう。ここあたりに1個欲しいけど、まあここはなかなか栄えそうだな。栄えるかね、分かるといいんだよね。いいけど運次第だもんね。ん？あ、城取ってるんだ。逆に逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。あなたたちに勝ち目はありません。与えられた命にはありませぬが、どうか我が軍団に。もう行ってこい。出陣する。行ってこいってか、もう取ってるよね。お、下津、中高、広岡、直文っていうのかな。病がすごいな。ご命令を報告いたします。先月の収支です。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。家臣のためじゃった。くう名古屋馬場さん、確か病だからもうじき死ぬんだろうな。お、拡張拡張。お、来たね。弊社あげよう。ここの御所はやっぱり発展にね向いてるね。お、落としたね。道を開けよ。敵将
捕らえたい。これが戦の作法よ。お前らどこまで続くの。本拠地ここだともうじきラインきつそうだな。敵将捕らえました。竹だけ虫の息だね。あともう一瞬で終わらせよう。ご命令を報告いたします。報告いたします。本田忠勝一回も見てねえな。何なりと申し付けよ。どこにいるんだ。武田の城と2つ、ここに2つとあとは能登半島じゃないか。石川県あたりだね。要請で援軍を頼もうかな。6000、3000。よし行ってこい雨子よ。持ってまた整備に励もうか。こっち基地だよ。微妙微妙微妙。あーしまった。まあ、もうじゃあいいか建設しよう。黄金茶室と、もううちの創造性もだいぶね高いでしょ。712と。制作変わったんじゃないか。制作を取り行います。ナンバー保護とか能力主義、方面軍組織は前からあった。だいぶね上がってきましたね。アマゴが攻める兵力はなんと、まあ7000ちょいかな。まあ死ぬねあれは。あれじゃ勝てないだろうな。あの2つの軍がいらなくないか。どうしよう、とりあえず解除するか。関一正。ご命令を報告いたします。報告いたします。この畑をあげてえな。だいぶね栄えてきたね。建設的にはもうだいぶ、あ拡張できるじゃん、いいね。うわすごいある。人口が増加しやすい。商業に適させる。農業、商業か、商業、農業。さてよし、拡張だ。米沢城、兵舎作るか。で建設はもういいとして、整備を終わらせる。これマックスにするの大変そうだな。なんだお金か。お金がないのか。天狗家は壊滅だね。あれはもう我らに打てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。もう武田家こっちの方にしかもいないね。となると軍団分けれるね。これもうちょっと行ったら出陣する。出陣します。椿より使者が来ていると。同盟だって。対等な関係みたいに言いやがって。出るぞ。我が策、戦場を制す。ご命令を報告いたします。先月の終始です。北条家何にもしてこないね。攻めても来ないし。
果樹園か。まあお金少ないお金の中で整備するか。案外あれ1個400円だっけな、結構するんだよね。与えられた命にはありませんが、どうか我が軍団に海の口町攻めればいいじゃないか。あ、これか。もう攻めてるんだよね。事後報告だよね、マンナ。あ、死んだ。ふう、大豪城よ。三木直頼さん。表情を始めます。報告いたします。第一声が、あ、死んだっていうね。だいぶ不謹慎な感じになったな。お、ここすごいな。栄え方が尋常じゃないね。でもだいぶ戦してないね。工場系な、攻めたいけどちょっとね、多いよね。あ、もうできてんじゃん、木原城。今更だよ。これをこの木村軍団にくれてやると。もうちょっと作るか。ああ、でもお金もないしやめとこう。んで、こいつ兵175しかいねえんだ。あ、これか。